18話の感想について語り合ったみんなの反応集。それではどうぞ。アズドラの思いが全く届くことなくピュエに燃やされたところで先週は終わったんだっけ。悲しすぎるな。アズドラの報われない具合がマジでおもろすぎて先週ここで涙出るくらい笑った。スイカ割りしてる。スイカ割りかいな。季節物だね。でも剣ロスと同じでマジでこういう状況でもこいつら緊張感ないな。リンゴ食べてるあんちゃん可愛い。俺も食べられてー。こういうアニメに出てくる果物とかってあんまり好きじゃなくても美味しそうに見えてくる現象なんなんだろ。好物のみかんが先週食べられたからと思うと胸が苦しくなってくるな。みんながだんだんバミリオちゃんからあんちゃんに変わり始めてるのめちゃくちゃ嬉しくなってくるな。わかる。アニメ勢はバミリオの方が印象強いけど、漫画勢はあんちゃんだよね。ヘルクの過去を知ったことで二人の間にあった確執が取れ始めて、だんだん仲良しになりつつあるのめちゃくちゃいいな。マジでこの二人が最近推し格というかめちゃくちゃ見ててセットで好きな二人だから毎週絡みを見るのが楽しみ。この二人が推し格か、原作を知ってるとどうしてもそれは悲しくなるな。どっちかが死ぬとかじゃないけどね。勇者っていう大きな力を背負ってしまったがゆえに同胞を殺して楽になるってことが生地実現可能ってのも辛いよな。こういう普段からニコニコしてる人ほど内側に何を抱えてるかわからないからね。俺がヘルクの立場なら死にたいと思うだろうな。ヘルクも思ってるんじゃないかな。背面スイカ割り怖すぎるだろ。すげえなこいつ。スイカ背中向けてるのに割った。何気ないシーンで超人プリを見せてくるの怖すぎるわ。いつか切られるぞとか何気に怖いこと言わないで。やだ。こんな芸当ができてしまう人間だからな。切られるのはまず間違いない。お魔女様来た。報告来たのこいつか。魔女来たのは嬉しいけどこの時点でフラグ立ちまくり。だんだんみんながヘルクの天風が折り返し始めてるの嬉しい。そりゃ帰ってるよな。やっぱ帰っててくさ。人のせいにせず、自分がノロマだったって言えるの人ができすぎてて好き。先般はいつだってこの子たち以外なのよ。ピュイの名前何気にここで初登場だったのかずっと出てきてるから、昔から出てる勝手なイメージあったわ。ピュイ初公開来た。マジでこいつ可愛いわ。大好き。いいよ。が可愛くて辛い。アズドラでもどうしようもないじゃないのよ。ちゃんと秘術の天才がどうにかやろうとしてくれてたのよ。アズドラの思いが全て見事にアンちゃんに届いてないのが不憫すぎて泣ける。どうにかしようとしてたアズドラの気持ちすら全く届いてなかったの切ないな。アズドラ、俺たちは味方だよ。魔女様来た。魔女様はちゃんと人間なのだろうか。ここまでギャグに振ってたらワンちゃん、いや怖いな。デカピュイ来た。やっぱそうじゃん。魔女はピュイの用心って起きね。お約束天風画だと分かってても吹いてしまったな。あれ、デカピュイが魔女じゃないの。本物の魔女様来た。美人すぎる可愛い。魔女様ちゃんといるのは驚きだけどまさかまさかのあんちゃんそっくりの見た目でびっくりしてる。めちゃくちゃ可愛いな。引っ引き出したりしてたし、割とマジであんちゃんのお母様なのでは？とミスリードっぽい考察をしてる。やっぱどれだけ歳を重ねていてもババアという単語は禁句なんだな。ババアは女性の嫌がる単語として共通してるの親近感あって好き。いいな。俺もピューイモフモフしたいな。羨ましい。ずるいぞ。埋もれさせてくれ。もうここだけでわかるピューイのモフモフさが愛しすぎるんだが、ヘルクのこと見てなんか言いよどんだ感じあったから何か訳ありなのかな。ヘルクの顔見てちょっと曇った表情の真意が何なのかが気になるな。昔何かあったのかな。このシルエットどっかで見たことあるな。なんだあれと思ってたけど意味のないものじゃなかったのか。おもろすぎるわ。都合よくそんな生き物がと思ったけどまさかこのシルエット冒頭に出てきていたあいつではと思い始めている。ここ最近で見た伏線回収の中で一番気持ちいいの来た。死ぬほどおもろい。見たことある。わかります。我々視聴者も全く同じ気持ちです。あん見たことある。
誰もが見たことあるのおもろい。しかも文献に残されてる姿あまりにもそのままで死ぬほどおもろい。ヘルクが昔釣ったやつだなぁ。これも結構前なのか、時間の流れが早すぎるぜ。こいつ可愛いなと思ってたから何気に再登場してくれて嬉しい。魔女様もやっぱヘルクのことは脅威に思ってるんだな。どっかで暴走するかもだもんね。視聴者からしたらそんなことないけど、確かにこの後暴走の天風画とかがあってもおかしくないもんな。3匹くらい捕まえてきそうって言ってたら本当に3匹捕まえてきてて、さおもろすぎるだろ。3匹もいらないな、かわいそうに。魔女様いい人だったな。人体実験の材料でもいいから近くに置いてくれないかな。働くんだけど。魔女は昔から人間が嫌いというルーツがあるからさ、人体実験なんてしないのさ、きっと。やっぱ似てるんだよな。マジで母親かなんかしら関わりがある人だと思う。キャラデザめちゃくちゃ力入れてるし、ここだけの登場ではなさそう。しばらくしたら再登場してほしいな。それこそ魔女だし、アズドラの昔の何かとかそういう可能性もありそうだから、似てるアンちゃんにご就寝なのかも。こいつ鳴き声こんなんなのか。鳴き声めちゃくちゃおっさんでくさ。うわぁ、ピューイついてきてる。最高。今週で見れなくなると思ってたから嬉しすぎる。やった。ピューイついてきてるのデカすぎるな。めちゃくちゃ可愛いな。お腹もふもふしたら癒されるなんて、そんなの言わないでくれよ。したくなっちゃうじゃないか。ピューイのグッズが出るまで待つしかない。確か原作の段階でピューイのグッズは発売されてた気がするぞ。ファンタジー系っぽい BGM めちゃくちゃいいな。こういうの心ワクワクしてくる。アンちゃんとピューイが一緒に寝てるの、トウトイとトウトイのコラボでそっと押しそう。一緒に寝てる二人かわいいな。星見てるヘルク切ないわ。ヘルク泣いてないかどうか心配。来週からいよいよ冒険の連続って感じか。マジでこっからが面白いだろうから死ぬほど楽しみ。やっと来たって感じするなぁ。まだまだ楽しませてくださいよ、本当に。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。